スマイナス47、マイナス47フォーメーションフライトを行うスマイナス47、スマイナス47は、ロシアのスホーイ設計局が提案した第5、世代ジェット戦闘機にあたる S 32の概念実証機。実写予算で開発された。全身翼に、カナード、尾翼を備えるという奇抜な構成を採用している。愛称のベールクとは、犬足のこと。北。 大西洋条約機構が用いた、NATO コードネームでは、ファーキンと呼ばれた。離陸直後のスマイナス47。ロシア機独特の離陸直後に右ロールする直前の、写真。2001年 MAX にて、もともとは1980年代初頭に、アドミラルグズネツオフ型重工空順用艦に、搭載予定の艦上戦闘機として計画されたスマイナス2 7 k、M、が原型である。 スマイナス27ケムは、スマイナス27という名称ではあるが、スマイナス27系との設計上の関係はない。スマイナス27ケムは、全身翼機であり、小型の航空母艦であるアドミラルクズネツオフ型に、合わせて主翼が折りたためるように設計されていた。スマイナス27ケムは、ウリアノスク型原子力重航空巡洋艦の艦載機としても期待されていた。 エンジンは二次元水力変更ノズル付きの RD-79M が予定されていた。しかし1989年に S-27KM の開発は中止され、S-27K が量産されることになった。スホーイでは独自に S-27KM の開発を続行することにした。その後、MFI 計画でスホーイが提案した。 S-32 のデモンストレーター機として S-37 の名称で関西機としての機能を省いた陸上機として設計を変更して開発を再開しミグ -31 用のエンジンである D-31 e 回録を搭載して1997年に初飛行2000年に S-47 に名称が変更された S-47 は ロシア空軍向けの第5世代の戦闘機として開発されたとされる。しかしながら、本機と同年に初飛行している回 -22、戦闘機が高度なステルス性を備えていたことから、ステルス能力の有無が第5世代ジェット戦闘機の必要条件と認知され、本機のような運動性能向上を図った、設計の機体は第5世代として認知されなかった。 第五世代ジェット戦闘機の定義がステルス性とされて以降逆に本機もステルス性能を備えていると言及されるようになったが本機初飛行時点でのロシアはソ連時代も含めてステルス機を製造したことがなくそもそもスホーイ社が公式にスマイナス47をステルス機と表現したことはない逆に全身翼カナードについてはむしろステルス性を損なう機体形状である 航空省への出展時には、機体区分として、単に、マルチロールファイターとして申請している。仮に、ステルス性の要素があるとしても、この機体の基本形状の範囲で無駄を省く努力をしたという意味合いだと思われる。搭載兵器は、固定武装として 30mm 機関砲、GSH-30 から1を採用すると、見られている。その他、主兵装としては、 新しい中距離レーダー誘導空対空ミサイル R-77 を搭載するとされている。また、1997年に、モスクワで開催された航空ショー MAX-97 では、赤外線誘導空対空ミサイル R-73 から開発された新型の空対空ミサイル系 -74 を搭載し、デモンストレーションを行った。他にもマルチロール機として、 地上目標を攻撃するための空対地ミサイルや早期、警戒艦制機を攻撃するための長距離ミサイル k s 1 7にも搭載するとされる。胴体中央画面にはミサイルを収納するためのウェポンベイを備えている。エンジンの排気のズル両脇に配置された特徴的な2本のテールコーンは左右で長さが異なる。左側のテールコーンは 先端が水平尾翼の後端と同じ位置であり、右側のテールコーンは先端が水平尾翼より飛び出している。中身は後方形回レーダーとされる。プロトタイプ名称の S-37 は S-37 テルミナートルと名称から混同されやすい。また S-37 のイメージや、それより後発のデザインであることから、 TVC が搭載されていると誤解されるが、現時点では、排気系は通常のノズルである。なお、ルフィ計画でのスホーイアンス -37 の開発名称も同じ S-37 で紛らわしい。機体のサイズは、戦闘機としては最も大型の部類に入るス -27 より、さらに一回り大きい。 航空省でデモンストレーションを行うスマイナ四4 7回マイナス -22 や F-15 といったアメリカ空軍の機体に比べて機密レベルは高度でありスペックについて公表されている部分は非常に少ない。ただ航空省には比較的よく参加していたりスホーイ社の広報映像でも機体の制作途中やテスト風景はそれなりに公開されており機密なのか それとも、自主開発のプロトタイプゆえに単に実際の運用種、不在だから細かいスペックが決まっていないだけなのか、はっきりしない。1990年代以降、ロシアでは予算不足のため MFI 計画が頓挫してしまい、1.44、同様、一機の試作機が製作されたのみで、スマイナス47の実用化への動きはなかった。兵器航空などでは、 マルチロールファイターとして、飛行展示を行ったり、ブースに模型を展示するなどして売り込んではいるが、スマイナス27系の機体の契約の方が、盛んであり、スマイナス47に関しては、実験機なので採用の動きは見られない。技術実証機としての本機の成果は、第4世代ジェット戦闘機であるスマイナス35、第5世代ジェット戦闘機であるスマイナス57の、 開発に役立てられた。ありがとうございます。